宇佐美水安永五年八月九日は江戸時代中期の受学者忌み名は恵み字は子進む通称は恵みすけ郷は水宇佐美州沖縄の子和佐国伊住郡長社長出身伊住は恵比寿とも表記され伊住川のことを水と称したことからこれを郷にしたと言われている学問を愛好した父親の影響を受け 17歳の時に江戸に出て、お牛ソラの門人となる。ところが、3年後にソラが没したため、春代大,大内雄二、板倉穂九ら同門の先輩、友人らの指導を受けて、研究を進めた。ソライ晩年の門人であったが、その一応の観光に尽力するところが大きく、門人たちの間でもおもんじられた。一度板倉穂九を連れて、 カズサに帰国し、後に、江戸に再び出て、塾を開いた。カズサ時代、ソライの弟のオギューホッケーが、山の遺恨論の遺書である、七教申し公文の工定を行った際に、これを助けている。関炎元年に以後、松江藩に仕えて、江戸藩邸にて、生死の教育を司った。明和三年に、タスクチョロ論を表し、 生死教育のあり方について論じている。その他の著書としては、聖教類語和解、社奏功、事務団などが知られ、門人に、海保生量がいる。息子がいたが才能に恵まれず一度は、片山健山を養子としたが、健山が空井の学説を批判したことからこれを追って、自分の多いを、改めて養子とした。安永5年に67歳で募集、募書は、 東京都新宿区の開業時にある。ありがとうございます。